ラシをするにあたってエアブラシ用のコンプレッサーが必ず必要かといったらそうではありません。こういう風なコンプレッサー、ホームセンターなんか行くと売ってあります。で、あと工業用の大きなコンプレッサーなんかも工場なんかで働いてる人なんかは工場にあったりとか、すると思いますので、そういったものがあればエアブラシ用専用のコンプレッサーを持たなくてもエアブラシができていきますよということをお伝えしたいの と、あとちょっと商品を紹介をしたいと思います。ここをちょっと映してください。これエアレギュレーターというものなんですけども、通常であればですね、このようなコンプレッサー、ここにも同じようなものがついてます。これもエアレギュレーターなんですけども、ここのつまみを回すと、エアの圧力が変えられるというものです。減圧するということなんですけども、エアブラシをするにあたっては、少量の空気しか必要ないですし、圧力も、ほんのちょっとあればエアブラシができていくんです。逆に高すぎると、あまりよろしくないというところで、必ず減圧調整ということをします。で、特に大きなコンプレッサーをお持ちの方に対しては減圧を必ず行ってエアブラシを行ってくださいというふうなことを伝えたいと思います。で、大きな工業用のコンプレッサーとかこのようなコンプレッサーです と、このような口になっていることが多いんですね。で、大体共通してまして、エアホースとここをカチッとこんな感じでつなげるようになってます。で、この先がこういうふうに、なってるんです。で、ここからつないでエアブラシもできるんですけども、ちょっとコンプレッサーから離れたところで作業をしたいとかっていう場合がよくあると思うんですけど、そんな場合にこうやってホースで、その作業する近くまで来ました。で、このレギュレーターを通して、あとエアブラシ用の細いホースを通してエアブラシを先つけて作業すると、いい作業ができていきますよということです。で、通常であればこの、レギュレーター、これだけの単体の売りなんですね。で、これだけだとこれとつながらないんですよ。なもので、私こういったものをサービスでつけておきますので、これをここに取り付けてください。取り付けてください。で、ちなみにこういうものがついてまして、両方、小さい SS っていうんですけども、小さいサイズのネジになってます。で、エアブラシ用のこのホース接続というのはだいたいこの S サイズっていうので共通してまして、こんな風に取り付けるようになってるんですね。で、これはこういうものがついてまして、ここに取り付いて、ここまでになってて、で、これをサービスしておきますので、これを取り付ければこのようにつながるようになるということです。で、エアブラシをやりたい場所までホースで引っ張ってきて、あとこのレギュレーターを通してあげて、この先にエアブラシを取り付けるということです。で、今は、エア来てませんよね。で、なぜかっていうと、このレギュレーターで今回してない状態っていうか、上げてないですから上がらないんで、これちょっと上げてきますよ。回してきます。これね、カチッカチッってこの押したり引っ込めたりこんな感じでなってますんで、これを引き上げた状態で、押した状態だったらロックされて動きませんので、引き上げた状態でこうやって回していくと、今どっかでここから空気が出てくる、この先にエアブラシをつけます。で、メーターがちょっと上がる程度、ちょうど良いところでエアブラシの作業を、行うといいですよということです。で、このサイズにしても、S サイズで、エアブラシはだいたいこのサイズで共通されてますので、いけると思います。どこのメーカーのやつでもだいたいつきます。はい。で、今回はこのレギュレーターと、このカプラプラグと、ブレードホース、ゴムホースを布で巻いたものなんですけども、大変使い心地がいいで、変な癖もないですし、大変作業がしやすいです。3メーターありますんで、まあまあいい感じで作業ができると思います。これとこれとこれだけのセットを買えば
エアブラシ用の専用のコンプレッサーがなくてもエアブラシができていきますよということです。